ようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回のテーマはこちら、新日本プロレスロードトゥドミニオン 6.1 後楽園ホール大会見どころ&振り返りスペシャル、イエーイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマはつい先ほど終わりました、新日本プロレス 6.1 後楽園ホール大会ロードトゥドミニオンの全5試合の見どころ振り返り会という形になりますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。はい、じゃあ早速第1試合目からいきましょう。第1試合、上村優也翔陽 VS 鈴木みのる金丸義信 L デスペラード組という形でございます。はい、こちらはですね、まず 6.7 大阪城ホール大会で行われます IWGP ジュニアヘビーの前哨戦ということですね。デスペラード選手と陽選手が、まあ前哨戦第1ラウンドという形でございます。まだちょっと本番まで何試合かあるような格好なんですけども、こちらまずこの2人のマッチアップっていうところを軸にこの試合を話させていただくと、なんて言うんでしょうね、前のシリーズというかね、本当だったら行われるはずだった、シングルマッチっていうのがまあちょっと流れましたよっていう中で、まあそこから約1ヶ月ぶりの、決定という形になるかなと思うんですけれども、なんて言うんですかね、もうデスペラード選手も陽選手を鍛え上げるであるとか、ちょっと変化をもたらしてやるみたいな余裕っていうのはもう、ないのかなという気はします。なんとなく陽選手が、なんていうのか、自分自身の芯っていうんですかね、それを持ったまま、そこは変わらないまま、きっちりと絶対に、デスペラード選手に勝ってやるんだっていう意思と思いっていうのが、なんとなく我々ファンであったり、まあ正直言って、3K ファンだったり、陽選手のファンの方々には、陽選手の思いっていうのはね、しっかりと感じる部分もともとあったんですけど、そうじゃないファンから見ても、陽選手の、気迫とか思いっていうのは、もう試合から伝わってくる部分っていうのはもう、感じる部分っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに僕は、思いました。はい。もうね、やってることとか、まあ、技っていうのはね、特段大きな変化っていうのはないんですけど、陽選手は、陽選手のままで、なんとなく気持ちを見せれる選手に、変化をもたらしたなっていう気がします。だからこそ、今日この試合を制したのは、デスペラード選手が上村選手に、ピンチェロコを決めて、まあ、貫禄勝ち、チャンピオンの、まあ、貫禄勝ちっていうところだったんですけど、試合終わった後に、バックステージですよね。バックステージの方でも、結構ですね、なんていうのかな、歯がゆさっていうんですかね、なかなかそういったところを感じる部分があったのかなと思いつつ、でもまあ、デスペラード選手もこれ、SNS かな、SNS でまあ発表してましたけども、デスペラード選手も、やっぱりちょっとなんていうんですかね、コロナっていうところですかね、コロナの感染っていうのは実はありましたよというところで、体に若干の脂肪分蓄えました。そして、試合感っていうのがちょっとやっぱり鈍くなりましたっていうものはあるものの、しっかりと元気いっぱいな姿を見せてくれたっていうのが、我々ファンにとっての一つの安心材料だったんじゃないかなっていうふうに、僕は思った次第です。はい。じゃあ次行きましょう。次、第2試合いきます。第2試合は、田口隆介、タイガーマスク、本間智明、棚橋宏組 VS、エルファンタズモ、石森太一、チェーズ・オーエンズ、イービル組という形でございます。はい。こちらになりますと、まずここの中でいくと前哨戦どうのこうのっていうのはなくて、イーヴィル選手からすると 5.4 福岡大会以来の、参戦、そしてファンタズモ選手はなんと 2.28 大阪城ホール大会以来の参戦ですよっていうところで、実はまあある意味イーヴィル選手そしてファンタズモ選手に対してお帰りなさいっていうような試合だったんじゃないかなっていうふうに思っていますと、いうところですね。あとはまあ棚橋さん
ですよね。やっぱりここはもう棚橋さんにちょっと注目したいなっていうところなんですけども、棚橋さん自身は今日バックステージでも語ってましたけれども、100日業っていうんですかね、100日業を始めましたっていうところで、あと91日でしっかり自分自身を作り上げますよっていう中でありました。一体何をもって100日なのかっていうところは、まあ、それ様々かなと思うんですけど、100日っていうことはまあ大体3ヶ月強ぐらいとなってくるので、3ヶ月後って何があるのかな、7月、8月、9月入ってからっていう形になるので、まあひょっとすると G1、今年も秋の G1 クライマックスっていう可能性があるんじゃないかなというふうに、そこでちょっと予想しちゃいますよねと。まあ、オリンピックがね、どうなるかわからないっていう中で、まあ、とは言っても、今の流れを見てたらオリンピックはきっとあるでしょう。夏場にっていう形であると、やっぱり今年も夏場、ど真ん中の夏を避けた後の2年連続、夏を避けた G1 クライマックスっていうのがあるんじゃないかなっていう風になんとなく予想はしてます。だからそこに向けての棚橋さんの戦いっていうのがもう始まってるんじゃないかなっていう風に思いつつ、で、まあ、その上でしっかり体を作り上げていくっていうのももちろん棚橋さんにとっては一番のモチベーションだし大事なことだと思うんですけど、やっぱりリング上の活躍ぶり、そしてやっぱりベルトを巻いた棚橋さんが見たいっていうのは決して私だけではないと思います。やっぱその中で、まあ、ネバーのベルトを落としてしまったとはいえ、じゃあ次の、目標、まあ、何なのかっていうところを、ぜひ棚橋さんにはね、発表をなる早でしてほしいなと私は思っておりますという形でございます。今日、この試合、試合を決めたのは石森選手がタイガーマスク選手にブラッディクロスを顎に決めて勝ちましたという形でございます。まあ、タイガーマスク選手、最近ちょっといろいろと狙われて最後負けてしまうことが多いかなって思う反面、タイガー選手のなだれ式ダブルアームスープレックスっていうところの今日の破壊力を見るにつけ、やっぱりここ一番の強さというか、決して技一つ一つが衰えてるわけではないんだなっていう風に、今日のなんとなくなだれ式ダブルアームを見て思った次第ですね。だから全然ね、ベストオブザスーパージュニアも絶対今年ね、どこかで行われると思うので、そこに向けてタイガー選手ある意味今負けが混んでるかもしれないけど、タフさ、自分が、まあ、やられてしまうことによっての、まあ、ダメージに対しての耐性っていうところを身につけれるいい経験値っていうのを今得てる時なんじゃないかなっていうふうに、僕はちょっとここは、そういうふうに、捉えさせていただきたいなと思っておりますというところです。はい、次第3試合いきましょう。第3試合は辻雄太、井淵幸太組 VS グレートオカン、ジェフコブ組という形でございます。まあ、ここはジョーホールで一騎打ちが決定しました、ジェフコブ選手と井淵幸太選手の前哨戦というところですね。まあ、それがそれぞれ辻井選手とグレートオカン選手を組んでタッグマッチという形でございます。もうちょっと今シリーズはユナイテッドエンパイアからすると、まあリーダー格、まあ、中心人物の、オスプレイ選手がまあ自国に戻って、療養ですよね。そしてヘナール選手もうちょっと今シリーズはこの後楽園ホール大会とか参戦しませんよっていう中で、まあ、純粋にユナイテッドエンパイアとしてはこの2人での純粋なタッグっていうのが多くなるんじゃないかなっていうところにはなってくるんですけれども、この2人のタッグっていうところもやっぱお互いの役割っていうところがより一層際立ってるなっていうふうにします。ある意味どちらが最後決定権を持ったとしても勝ちに行けるチームなんだなっていうのが今日の試合を見てよく分かった次第ですね。ある意味これ一つプラス要素として考えるのであれば、この王冠選手とジェフコブ選手、この2人で IWGP タッグを狙いに行ってもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。まあ、今の IWGP タッグとか新日の今のタッグチームっていうのは本当に、なんて言うんだろうな、プロのタッグチーム、っていうところが やっぱり結構活躍してる癖があるんで、そういったところで考えていくと、まだまだジェフコブ選手と王冠選手っていうのはがっつり
ちゃんとしたタッグチームだぜっていう実績はまだないものの、やっぱりこういった2人っきりで組む経験っていうのが1試合1試合でのこの積み重ねっていうのがやっぱりそのタッグワークっていうのを生み出すと私は思うので、まあ今でも、まあ、特に今日この試合制したのはユナイテッドエンパイア王冠選手がエリミネーターを辻選手に決めて勝ってますっていうところあるので、うん、まあ正直言って一人一人あの試合を決める力っていうのはあるんですよ。そして試合を運ぶ試合を牽引する力っていうのも当然持ってますっていう中でいくと、あとはこの2人のやっぱり必要最低限でもいいので、あのコンビプレーですよね、合体技っていうところが、うん、これからもし編み出してくるようなことがあるのであれば十分 IWGP タッグを狙えるチームになるんじゃないかなっていう風な期待値を今日思いながら見てた次第ですね。なんとなくでも今日この試合を関していくと、やっぱりジェフコブ選手の好調ぶりっていうのがやっぱりとどまらないですよね。イブスさんも決してどこか悪いってわけじゃないですけど、うん、やっぱりジェフコブ選手の勢いっていう方がやっぱりちょっと目についちゃうなっていうところですね。やっぱりもともとジェフコブ選手の方から打った喧嘩っていうのがあるので、やっぱそこはきっちりと、求めるもののやっぱり追うものの強さっていうところを、そこの勢いがしっかり途絶えることなくあの本番まで今たどり着こうとしてるっていうのが、うん、やっぱりある意味持続力、勢いの持続力っていうところではジェフコブ選手さすがだなと私は、うん、思った次第ですね。はい、っていう形でございます。はい、では次第4試合いきましょう。本日のセミファイナル、吉橋、石井智弘、後藤博樹組、後藤博樹、岡田和親組 VS 武士、真田、内藤哲也、高木慎吾組という形です。ケイオスとロスインゴの8人タッグというところでございまして、こちらは、2つの前哨戦、まず 6.7 大阪城ホール大会で IWGP 世界ヘビー級選手権を、決定権、決定戦ですよね、王座決定戦で岡田選手と高木選手が戦います。そして明日 6.2 後楽園ホール大会で戦いますネバー無差別級6人タッグ王座戦、このダブルの前哨戦という形でございます。そして岡田選手が 5.3 福岡以来の試合、まあ、岡田選手もあのコロナに感染しまして復帰して初めての試合ですというところでございます。まあ、約1ヶ月ぶりというところだと思うんですけども、まあ、果たしてこの2つのタイトルマッチ盛り上がらないわけないっすよねと、うん、やっぱ岡田選手と高木選手に関していくと2人とも押しも押されぬ新日本プロレスのトップメインイベントですよねと、うん、岡田選手に関していくと皆様ご存知 IWGP ヘビー、もうねあのミスター IWGP ヘビーと言っても差し支えがない、やっぱりあのそれだけの実績を持つ選手ね。そして高木選手に関していくと IWGP と名のついた、シングルのベルトはまだ一度も体感したことがないものの、ここ直近、まあ1年って絞ってもいいでしょう、ここ直近1年の高木選手の活躍ぶり見るにつけ、当然新日本プロレス上層部からの信頼っていうのはもちろん、そして我々ファンからの信頼、そして求心力っていうのもぐんぐん伸びている、まさに高木慎吾待望論っていうのが今来てるんじゃないかなっていうところ、うん、まさにシングルのベルトこそ体感してないものの、今の新日本プロレス勢いも考えていくとトップメインイベンターって言っても差し支えがないのが高木慎吾っているんじゃないかなと思います。ある意味名勝負浮世絵に 名勝負製造機といっても差し支えがないのが高木慎吾、そしてその対面に立つのが岡田和親、盛り上がらないわけがないですよねと、うん、あとは岡田選手がどこまで試合感、そして本当の意味での全盛期の岡田和親っていうところを、情報路に持ってこれるかっていうのが一つの焦点となるんじゃないかなと思ったんですけど、今日の試合見てる限りでいくと岡田選手のポテンシャルであったりそのコンディションっていうところに関していくとそこは問題ないのかなと思ってます。ドロップキックも高さしっかりありましたし、テーピングもしてなかったしっ
いうところでね、してなかったですよね、テーピングね、やっぱそこはちょっと岡田選手ってちょいちょい、腰にね、念入りなテーピング入れたりとかして、やっぱりここ最近しんどいところがあるのかなと思った反面、やっぱそこはきっちりと、追い込んできたなと、しっかりと作り込んできたなっていうのが分かって、そこは一安心っていうところ。あとは強いて言うと、今日試合後高木選手がすかしてんじゃねえよみたいなことを言ってることがあったじゃないですかね。やっぱそこに関していくと、岡田選手は今ゆっくりとギアを上げようとしているところなんじゃないかなと思います。まあ、対戦相手によっては最初からトップギアで前哨戦バチン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 って毎試合やる選手もいれば、ある意味今回の岡田選手のようにまずはローを入れてゆっくりとギアをトップに上げていくっていうようなやり方があってもいいんじゃないかなっていうのを思うんですよ。やっぱりデスペラウ選手がおっしゃっていたように、なんていうのかな、これ解説で言ってたんだな、解説で言ってましたけど、やっぱりその試合感とかっていうところは、ゆっくりとやっぱり体になじましていくもんだと思うので、やっぱり1ヶ月近くの試合をしていないっていう話してくて、コンディションはいいと思うんですけど、やっぱりその試合運びであるとか、やっぱりそれこそダメージ対戦っていうところになってくると、ゆっくりとそこは仕上げていくっていう風な選択肢を持ってもいいんじゃないかなっていう風に今日の岡田選手の動きを見て思った次第ですね。まあ岡田選手はね、もう誰もが勝手知ったる、もう新日本のトップ中のトップだと思うので、きっちりと当日までには仕上げ切ってくれると思うんですよ。まあ当然最後の前哨戦までにトップギアを入れる瞬間っていうのはきっとあると思うんですよね。その試合は一体いつになるのかっていうのが、楽しみなところですよね。はい、という形でございます。そうっすよね、とは言いながら、コメント見て分かりました。どうやら今日が最後の前哨戦だったみたいですね。なので、実際高木慎吾選手と戦うのはあとはもう当日本ちゃんのみという形になってくるので、まあまあある意味それでいいかもしれない。岡田選手ってやっぱりちょっとさっきも言いましたけど、ちょっと腰とかのねダメージっていうのがまたいつ爆発するか分かんないんで、高木選手ってやっぱりハードヒッターなんでね、やっぱそこはゆっくりとギアを上げていくっていう選択肢を持っていった時には、やっぱりゆっくりと岡田選手なりの鳴らし方っていうのをしていいんじゃないかなっていうふうに思ってるので、それはそれでいいんじゃないかなと。そして何より明日ネバー6面というところなんですけど、今日この試合制したのは後藤選手が真田選手に後藤三式ですよね、後藤三式を決めて勝ちましたというところでございます。これなんか解説の方今日錦って言ってなかったかな、これ新日の公式を見ると三式って書いてるんでね、やっぱそういったことでもしっかり勝つことができるんだよっていうのが後藤選手の強みかなと思いますね。さあこれをネバー6面、まあ言ってもこの1年間戦ってきたこの今のケイオスの6人タッグのチャンピオン、ちょっとこの牙城を崩すのはむずいと思いますよ。いくらどれだけシングル、プレイヤーがね揃ってるとはいえ、トップ級の、ね、選手が揃ってるとはいえっていうところですね。まあちょっとブス選手、唯一のジュニアヘビーが入ってるっていうところが果たして優位に働くのか、それともデメリットになるのかっていうのはもう全て明日わかるんじゃないかなというところでございます。はい、ただ内藤さんネバー6面タッグにしっかりと標準を合わせてますという発言があったので、じゃあ内藤さんが本気でそのベルトを取りに来る姿見せてもらいたいなと思いました。はい、で最後第5試合メインイベント IWGP タッグ選手権試合、チャレンジャーザクセイバージュニア太一組 VS チャンピオンタンガロアタマトンガ組という形でございます。ついに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 、この日やってまいりました。デンジャラステッカーズ IWGP タッグへの挑戦権という形でございます。まあ、今日この試合見どころでいくと、まず入場シーンですよね。皆様お待たせしましたっていう言葉が一番合うでしょう。477日ぶりに阿部美穂さんが新日本プロレスに帰ってきました。阿部美穂さんお帰りなさいね。これは結構サプライズだったんじゃないですか。前振りでそういったことなかったですからね。太一選手のテーマ曲で入場してくるときに、まず阿部美穂選手がそそそと出てきて、もう本当に半泣き、全泣きと言ってもいいんじゃないですかね。もう泣きながら、しっかり太一選手のディーバとしての役割っていうのを果たして、
そしてデンジャラステッカーズ入場という流れがあってね、これはちょっとね、しかもまあ新コスチュームタイツ選手もねやってきて、今日にかける思いっていうのがめちゃめちゃ伝わってきましたよね。でまあ正直言って阿部美穂を連れてきた時点で完全にあの雰囲気、もう会場の雰囲気とかワールドを見てる僕たちの雰囲気っていうのは完全にデンジャラステッカーズ寄りなんですよ。でもそんなデンジャラステッカーズの雰囲気をいともたやすくクリンとひっくり返すのが GOD の強さ怖さだと思うんですよ。入場シーンの時点で完全にもう GOD 来たって感じになりましたもんね。これね、波のタッグチームなら簡単に飲まれてますよ、あの空気に。うん、でもね、百戦錬磨、新日本プロレスのナンバーワンタッグチームと言ってもいいでしょう。GOD、さすがだなと思いました。そして試合が始まった後に、もう今日は阿部美穂さんに関していくと、完全にもうスーパーベビーフェイスじゃないですか。アンタッチャブルな存在というか、いるだけで十分っていうような存在だと思ったんですけど、その阿部美穂さんを人質にして太一選手をに攻撃を加えるシーンとかあって、こいつら本当に悪いなっていう風に思いましたね。きっちりと阿部美穂さん470日ぶりに帰ってきて、やっと大好きな太一選手の元で、一緒に戦えると思ったら、まさか自分が足を引っ張ってしまう存在になるとはっていうところで、やっぱ二重の苦しみっていうのを味わったんじゃないかなと思いますね。とはいえね、そういったシーンもありつつ、最後の最後まで阿部美穂さんは戦ってましたよね。やっぱりあれ見たら、決してなんていうのかな、アシスタントとかゲストじゃなくてディーバ、戦うセコンドというか、それこそがやっぱりディーバっていうものを名乗っていい、と思いましたね。飾りじゃないんだって、思いました。やっぱり阿部美穂さんも鈴木軍デンジャラステッカーズに必要な存在なんだなっていうのを今日改めて感じ出したいです。そして、まあ、途中、介入とかもありつつ、あの同期選手の、ね、活躍で、ね、それを追っ払ったりしつつですね、今日この試合を制したのは天翔ザックドライバーを決めたデンジャラステッカーズが、チャンピオンチームに勝ち、新チャンピオンになりました。デンジャラステッカーズおめでとうございますという形でございます。まあ、25分を超える試合というところで、まあ今日ね、まあ阿部美穂さんも含めてちょっと負けるわけにはいかないだろうなと思いつつ応援させていただいた次第だったんですけども、まああのバックステージでですね、やっぱ気になる発言がありました。デンジャラステッカーズから GOD を認める発言がありましたよね。まああの表向きはね、あの認めるわけではないっていう言葉はありつつ言ってたんですけど、 しっかりやっぱこの数ヶ月間、特に今年に入ってからのこの半年間はある意味 GOD との構想、まあ、昨年末と言ってもいいんじゃないかな、 GOD との構想が一つの軸、まあ、新日本プロレスのこの上期を支えてきた戦いだったんじゃないかなと思います。そしてデンジャラステッカーズのメインターゲットっていうところはやっぱ GOD、この半年間、約半年間に及ぶ構想っていうところは本当に、なんていうのかな、あの見応えがあって、時にはシングルでスペシャルシングルとかラダーマッチもあり、本当に飽きさせてくれなかったなっていうのがこの GOD 対デンジャラステッカーズの戦いだったなと思いました。ある意味あの認める発言っていうのをしたということは、デンジャラステッカーズが新たなターゲットを見つけていくと、そして GOD も新たな方向性に向かっていくっていうのが、一つここで証明されたんじゃないかなっていうふうに思います。まあでも何よりもここに関していくと、改めて言います、阿部美穂さんお帰りなさい、そしてデンジャラステッカーズおめでとうございますという形でございます。はい、というわけで本日 6.1 後楽園ホール大会の見どころ振り返り会という形になりました。ぜひ皆様のご意見ご感想を聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集させていただいております。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてみたいな形でどしっと
ぶつけていただければ、ちょっとお時間をいただくかもですけれども、形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからもこの動画のリクエスト、皆様よろしくお願いいたします。そして、忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただいて、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクの動画を楽しみにしていただければと思っております。というわけで、最後までお付き合いいただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。